はい、トールです。今回はですね、2021年春アニメがもう始まりだしてますので、今週の、アニメのですね、まあ感想と評価なんかを、共有していけたらと思います。ね、あとまあちょっと紹介もね、入っていこうと思いますね。春アニメ始まったばっかりで、全部1話になってますからね。はい。とはいえですね、まあまだ僕が見るって決めているもので、見れてるもの、すごく少ないんでね、はい。今回はですね、6つだけに、なってくるんですけど、はい。まあまあともあれですね、まあその分長めに話したりできるかなというふうに思ってますので、このあたりはね、放送が早い作品の特権なのかなと勝手に思ったりはしています。で一応ですね、盛り上がりを評価してるだけになっているので、他の作品とあんまり比べたりしていませんね。言ったら1話で言ったらいかにこう視聴者の心をつかむ構成になっていたのか、ね、2話を見せたいと思うような、形になっていたのか、その作品自体の良さが、出ていたのかっていうところが大きいポイントになってくるかなというふうに思います。はい。なんでまあ場合によっては 全作品 S とかも普通にあるかなというふうには思ってますね。はい。ではですね、まあまあ見ていこうかなと思うんですけど、まあ僕が見た順になってますので、まあまあ大枠としては時系、まあオンエア順になってるかなと思うんですけど、まあそうじゃない部分もあると思いますね。配信サイトとかね、受信環境によってもね違ってきますので、はい。ではで、ね、見ていきたいと思いますが、まあ4月ね、1日、ゴジラ、シンギュラポイントですね。こちらはまあ始まる前から結構話題に、なっていた作品ということに、なりますね。まあまあストーリーとしてはまあ2人のね、科学者がですね、まあ町に起こった異変をこう調べていくってね、そのうちまあとんでもないね、人類を襲う、ね、危機、ゴジラって、ね、言われてたりするんですけど、これに立ち向かっていくっていうもので、ゴジラと言われるようにですね、怪獣ものではあるわけですよね。はい。ではあるんですけど、怪獣同士がガンガンやり合うというか、まあやっぱりゴジラってそのゴジラとお話ししてね、対立してとかそういう話じゃないわけですよね、やっぱりね。はい。科学者たちが、何が起きてるんだ、この地球、この世界にっていうね、そういうところを、まあ、追求していく、調べていくっていう、そんな感じの、話になりまして、主人公はね、2人いるんですが、1人はね、こちらですね、有川言うんですかね。はい。それともう1人が、まあ、神の名っていうね、2人なんですけど、両方とも、まあ、技術者であり、まあ、空想生物学のね、科学者であるということなんですけど、まあ、2人とも言ったら、科学者気質なわけですね。はい。そんなわけで、まあ、ブツブツね、喋ってる感じが、キャラクターが見えてていいんですよ。わかりやすく主人公を、なんか、映えさせるイベントとかって結構発生しがちなんですけど、1話においては。で、それ別に悪いことじゃ全然なくて、いいことなんですけどね。ともあれですね、これはどちらかというとですね、事件の方が、スポットが当たっていて、主人公はそれを頑張って追ってる程度の活躍なわけですね。はい。でもそんな中で、2人の主人公のですね、性格とかですね、考え方とかですね、人柄が見えてくるっていうところでですね、じわじわと出てくる、そんな感じのね、キャラクターを味わいながらですね、まあ何が起きてるのかっていうのを追っていきたいって、そんな作品になりますね。感想としては、個別にも出したんですけどね、いやーこのレトロ感っていうものと近未来感っていうのが混ざってるのがすごくいいかなと、思いました。一応ですね、世界観設定としてはですね、こちらは2030年ぐらいのね、時間だというふうに思うんですけど、とはいえまあ我々の言ってる世界とはね、ちょっと違う世界なのかもしれませんね。なんか地味にパソコンのね、インストールのね、空き容量がね、ペタバイトとかテラバイトとかなってて、我々よりもちょっと容量上がってるやんみたいなね、そんな感じの感覚とかですよね。うん。で、まあ、科学者である二人のキャラでもあるんですけど、そんなバンバンな派手な活躍は一話ではしないんですが、でも、一挙手一投足に、彼らのね、性格性というかね、考え方とか能力とかがね、見えるっていうところでね、とにかく情報量が多いね、そんな感じの作品ではあってですね、なんか自分の中ではすごくね、いい一話だったなというふうに思っていますね。なんか分かりやすい派手さはそこまでなかったんですけど、なんか自分の中でかなりいいものをね、最初から見たなという、そんな感じのことを思っています。はい。そんなわけでですね、1話に関してはですね、まあまあ A 評価でいいんじゃないかなと思ったりはしていますね。
はい、とんでもないすごいものが見れたっていうわけでも、ないですし、1話で心をがっつりつかめるっていうね、いろんな人の心をがっつりつかめるタイプかっていうと、そういう1話ではなかったかなと、思ってます。ただですね、細かいところ、気になる、人とかですね、怪獣というものに対していろいろな考え方を持っている人とかは、がっつりハートをつかまれたんじゃないかなと思っていますね。はい、まあ、このゴジラに関しては次もね、絶対見ようかなと思ってはいます。はい、次ですね、真っ白の音です。こちらはですね、まあ、三味線の話ですね。結構自分は三味線のこと全然わからないというか知らないんですけど、真っ白の音は、まあ、三味線を、しているおそらく高校生の話になるのかなっていうところではありました。ともあれ、1話においてはあのなんかこうキービジュアル的にもね、いろいろこう高校生っぽいんですけど、あの1話においてはその高校生感が出てるというよりは、まあ、東京に出てきた主人公にスポットが当たった回っていうね、そういうところだったなと思います。でこれ多分この作品的には S でいいんじゃないかなというふうに思っていますね。うん、とにかく、まあ、三味線の話をするんだと、そこが一番のメインなんだと、このアニメの一番の武器なんだっていうところを出すための構成になっていたと思いますね。三味線の演奏を、まあ、後半主人公がバシッと見せつけたっていうところは良かったですね。あの能書き的な、能書きって言い方はあまり良くないと思うんですけど、まあ、説明的な、前提とかですね、なんかそういったものから入って、じゃあ三味線聞いてみようという流れじゃなくて、まずは三味線を聞けとね、そういう構成になっていたところは、文句なしの三味線アニメとしては、あの1話としては S でいいんじゃないかと、思いましたね。まずはこれを見せつけるんだとね、そういうところだと思います。はい、まあ、ただ押村君は僕には音楽のことよくわからないということなんで、あの衝撃を、ね、心に衝撃を受けるよほどのものには自分的にはならなかったんですけど、でも音楽的な演出はすごく、ね、凝っていたんだというふうに思いますので、ああなるほどなと納得させられるようなストーリーですごい良かったですね。はい、まあそんなわけでですね、良かったんですけど、まあ自分的にはやっぱりこう序盤とかの最初の方とかのなんかストーリー部分がすごく強引でそこがちょっと気になりましたね。はい、突然出会って突然暮らし出して突然駆けつけて突然また再会して、なこの組み合わせどうなんだろうっていうね、なんかすごいストーリーが強引なところが気にはなりましたが、ともあれ、あのこういう何かこうスポーツもそうですけど、あのこちらでだと三味線なんですが、メインとしての材料が決まってるものって、その話を見せに行くためにストーリーは多少強引になるかなと、そんな感じにはなっていますね。ただまあそこになんかこう男女のなんかみたいなのが個人的に要素として入ってきて、しまうと自分はあんまりこう見ないタイプの作品になってきてしまうなということなんですけど、まあともあれまだこれ始まってないんで、ストーリーは今回三味線を叩きつけたっていう回なので、まあでも3話まではね見てみようかなと、高校生が多分生編が多分始まると思うんで、そこら辺がね楽しみにして見ていければいいかなと思いますし、やっぱりこの書かれ方ですよね、キャラクターの書かれ方とかね、デザイン的なものもすごい丁寧でね、印象いいんでね、このあたりやっぱりこう見ていこう、面白いな、今期はこれやと思った人は絶対、いたんじゃないかなというふうに思っていますね。はい、そんなわけでですね、なかなかこう面白い、作品になっているのかなと思ってはいます。まあまああんまりでも自分ね、見るよく見るタイプではないので、わからない部分は多いのでね、また詳しい方に教えていただければと思いますね。でこの辺をねやっぱりね皆さんにね、コメントとかでも教えていただくと、自分もそういう目線でね、次から2話からね見れるようになりますので、そうなるとストーリーとかにもね乗っていきやすく、なっていくかなと個人的には思ってますので、よければですね教えていただければと思いますね。あとまあ自分は今回真っ白の塔に関してはあんまりキャラクターに対して思い入れを感じなかったので、主人公が背負ってるものとかは分かったんですけどね。はい、その辺はまたね、こういうね表現がね良かったよとかですね、この部分がこっちにつながっていてこういう性格だということがよく分かったよとかね、教えていただければと思いますね。はい、ともあれ、まあ1話としては文句なしなんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じのことを思っています。次です、焼くならマグカップも、焼くもですね。
はい、こちらは見てる方すごく少ないかなとは思うんですけど、まあ、うなぎとカッパと、焼き物の町岐阜県多治見市っていうね、ところがありまして、そういったところで、まあ、繰り広げられる女子高生の、陶芸アニメですね。はい、まあ、名前のプリキュア感を若干感じたんですけど、ともあれ陶芸をねがっつりやっていく感じ、この辺はね、あのそれ以外のストーリーはめちゃくちゃシンプルですね。強引ではなくめちゃくちゃシンプル、フォーマットというかね、に沿った感じでやってるところですね。ただ陶芸部分に関しては、じっくりやってくれているところと、陶芸の話になった時にその世界に入り込んだ時にまず何を感じるかっていうと、完成品を感じて、見ているものとしての世界じゃなくて、陶芸に入り込んだ時にまず匂いから入るっていうのはすっごくよくわかりましたね。まあ陶芸のね小屋はすごい匂いなので、入る時に匂いで分かるんですよね。あ、陶芸だって、ね、分かるんですけど、匂いから入った、ね、っていうところはですね、すんごいリアルな感じで良かったですね。はい、で、まあ、陶芸をね、主人公がちょっとやってみようっていう感じですね。まあ、ベテランの先輩がね、作った後のところ、糸で、底をシュッて切ってね、焼き物の型をね、取り出すところとかはすごいリアルな感じで良かったんですけどね。で、やり取りしてるとしても、小さな歪みをね、直そうとしてね、ろくろに手をね、かけてしまってね、余計すごい歪みになってしまうね、ああいう感じのね、リアルさってね、良かったんですけど、ただ、まだ今回はね、絵的にそういうものを見せてくれてないんですよね、あんまり。なので、その部分に関しては、まあ次回、本格的にちゃんと焼き物をするためのノウハウみたいなのが、紹介されながらやっていくんかなと思って、ね、この辺はやっぱり、自分は楽しみにしておきたいなと思いますし、まあ、今期、この真っ白の音と、灼熱カバディと、薬もでね、自分がこう、体験的なものを感じれるアニメはどれか一つは追っていきたいなと思ってるんですけど、自分の中ではやっぱりこう自分の興味という点においては薬物が圧倒的に強いので、これを追っていくことになるかなと思ってはいますね。はい、まあちょっとね、わからないといえばわからないんですけど。で、焼き物、完成品を味わうところで、桜茶っていうのが出てきたりっていうところですね。ここもちゃんとね、最初の1話に押さえといたのも良かったなと思いましたね。はい。結構個人的には、そのアニメ本編に関しては自分はすごくね、気楽に見れる上に、まあ、焼き物の話が聞けるの嬉しいなっていうところなので、見ていきたいと思ってます。ただですね、これに関してもですね、ちょっとこう苦言を呈するではないんですけど、気になったところが一個ありまして、何かっていうと、後半の実写パートなんですよね。で、声優さんを使って実写パートを入れることに対する、なんかこう不満的なのは個人的にはそんなにないんですよね。興味もそこまでないんですけど、その、なんか嫌悪感とかはないんですけど、ただ、今回のその実写パートはちょっとなんかもったいないなと思うというか、そのアニメにおいて主人公たちがまだ体験してないことをなんかもう先に声優さんたちがやっちゃうみたいな、そういう部分がちょっと入っていたりして、焼き物を味わうところとか、なんか焼き物を売ってる様子の話を聞くみたいな、なんか多分これから主人公たちがやり取りの中で見せてくれたり見えてきたりするものなんだろうなって、そこを楽しみにしてるところだから、そこはまだ見せてほしくなかったなっていうところが、1点、ありましたね。その部分ですね。でなんかあともう一つが、そのなぜ1話のパートにいきなり声優さんを押し出してきたのかっていうところが気になるところで、なぜかっていうと、声優さんたちがこの薬物の世界をこう、まあ、街並みを回ってですね、あ、実際これ〇〇ちゃんちの、モデルになった家やみたいな、これアニメに出てきた建物やみたいなね、そういう、まあ、陶器カフェっていうかね、そういったところを、焼き物が置いてあるカフェを主人公の、ね、お父さんがやってるってところであったりするんですけど、そこのモデルの家がね出てきたりするんですけど、この視聴者的にはまだそこまで思い入れないんですよ、この街並みも、このカフェも。で
途中にこう橋とかが出てきてすごい聖地巡礼したくなるような構図で橋が映ってたりするんですけど、でもまだ思い入れはそこまでないんですよ。まだ始まったばっかりやし、この女の子たちがいろんなことをしてきたっていうところをまだその気持ち乗せながら見てきたばかりじゃなくて、あ、なんか面白そうなのが始まったなっていうところで、まだ主人公と同じでまだ陶器に対する焼き物に対する興味の段階なんですよね、視聴者的な感覚で言うとね。でそこでもうなんかそのモデルになった観光地が出てきて、で声優さんたちはすごく思い入れがあるのは分かるんですよ。だって多分ワンクール演じきったからだと思うんですけど、まあそういった声優さんたちが見ながら、あ、これ何々のモデルの家やとかですごく楽しそうにしてる様子を見ると、自分は若干こう置いてけぼりを食らった気持ちになるというか、このひねくれたオタク心なのかもしれないんですけどね、なのでそれに関してはちょっとだけ思うところがあって、だから役もはずっと見続けようと思うんですけど、ちょっと自分的にはこの実写パートはもっと後で見たいなと思ったものに関しては実写パートを見ない可能性があって、でそうなるとなると作品1話における半分しか見てないのに感想とかを共有するっていうのはさすがにちょっと違うのかなってね、チャンネル的には違うのかなっていうふうに、思っていますので、一人で粛々と、役も見続けるっていうねパターンになる可能性はね、あるかなっていうふうに思いますね。はい、そんなわけで、まあ皆さんと感想の共有っていうのはできないかもしれませんが、ともあれ自分は興味を持ったので見ていこうと思います。楽しかったですね。はい、やっぱりでも願わくば実写パートに関しては1話の実写パートに関してはもっと地味でよかったと思うんですね。自分が陶芸基礎入門の講義を受けていた大学の先生の話を聞くぐらいの内容であっても、多分そういった専門の人は面白く話をしてくれると思うんで、そもそもの陶芸の話とか土の話とか粘土の話とか、陶芸行く手前の話ですよね、まあ、陶器の話とかでもいいんですけど、そういう渋い話であっても、まあ、枠として10分やとすると面白い話できると思うんですよ。実際面白い世界なので、で、そういったところですよね。アニメの映像表現でやっぱり難しいリアルなね、陶器のところはいいんですけど、そこは1話に関しては声優さんとかではなくてもうガチのもう渋すぎる、ね、頑固親父みたいな職人さんが出てきてもうガチの陶器をやってですね、まあ、カメラはここからは入れてもらえませんでしたみたいな、そんなドキュメンタリーっぽい感じでもいいんですよ ね。そういうクソ渋い陶器の話でもよかったんですよね、個人的な気持ちとしては。それだけのものを1話の前半パートで陶器に対する興味を引かせるためのストーリーが入ってるわけですから、でそこに興味ある人が後半見ればいいなと思うんですけど、まあでもそこは売り方にもよると思うんですよね。やっぱり声優さんのファンの人は絶対後半見るやろうと思うし、そこに面白みを感じると思うので、はい、そういう意味では、自分的にはね、ピンとこなかったんですけど、全然納得はできる構成ではありました。はい、追っていきます。次ですね、灼熱カバディです。灼熱カバディ、僕はですねこれ漫画の方知っているので、ちょっとずっとアニメを追っていくかわからないんですけど、ともあれ漫画を知ってるものとしてはもう満足の出来でしたね。はい、まあ、願わくば、まあ、2話3話ぐらいまでできれば、初見の方には見てほしいっていうところがあるんですけど、まあ、1話としてやるべきことはしっかり、やったところですよね。つまりサッカーとか野球やったら1話の時点でもう本格的な戦いをしてもいいとは思うんですけど、カバディはストーリー的な、ものの中にちゃんとルール説明が入ってこなければいけない、作品なんですね。だからまあストーリー的にはやっぱり強引な部分は出てくるっていうところではあります。ただ、個人的にはストーリー的なところの強引な部分に不純物を基本的に混じっていなかったというか、不純物って言い方はあんまり良くないんですけど、なんか特にカバディを描くために必要でなさそうな要素っていうのが、なんか無理やりこう、人を引きつけるために置いてあったみたいなね、そういったことはなかったので、はい、主人公に抱えてる、ね、課題とかを絡めて、配信者であったっていうパートに関してもめちゃくちゃ最小限に抑えられてましたからね。そんなわけで、カバディっていう競技の面白さっていうものと、で一筋縄ではいかないところ、
どんなキャラクターこれから出てくるんやろうとか、そういったところのワクワク感もしっかりね示してくれたんでね、いや灼熱カバディは良かったんじゃないかなと、でここで、しっかり掴みつつですね、ストーリー的にはおそらくあのカバディ自体の面白さというかね、みんなでカバディやるところのことの良さっていうものをこう3話までぐらいにね、しっかり示してくれたらですね、まあそういった意味でもね最高のね、スタートを切るんじゃないかと失礼しました、思っていますね。はい、楽しみな、ね、作品にはなっていると思います。はい、まあスポコンとしてねやっぱりこれは強いなと思いましたね。はい、スポコン枠をね求めてる方にはぜひおすすめです。次ですね、SSSS ダイナゼノンですね。こちらに関しては個別の動画をすでに出していますので、そちらでいいかなとも思っていますが、まあ、ゴジラも出したんですけど、これに関してはですね、まあアクションが本当すごかったなと、先ほどの灼熱カバディもね、なんかこうしっかりカバディとして、ね、見せてくれる、アクションはね入っててすっごい良かったんですけど、このダイナゼノンはね言ったらロボットアニメに、ね、なってきますけど、自分はあんまりロボットアニメねたしなまないんですけど、多分ロボットアニメたしなまない人が楽しめるように作られてる、そんな感じのことを思いましたね。と言いますのも、ロボット部分のバトル描写めちゃくちゃ爽快感があって迫力満載なんですね。で、これだけやったらいいんですけど、ここにその入る前段階として、つまりロボットバトルが始まるまでの絵がすっごく地味かつめちゃくちゃ作り込まれてるんですよね。この感じわかりますかね。めちゃくちゃ動きはないし、アングルは淡白シンプルなんですけど、作り込みという意味ではすっげー作り込まれてる感じの、絵が入っていて、でまあ少年少女たちのですね、全然キラキラした日々じゃないんですね、どちらかといったどんよりした、そんな感じの日々の、物語がこう序盤続けられていてですね、まあ爽快感あんまりないんですよね。はい、でそこからのですね、まあロボットアニメ部分っていうんですかね、そういう部分が、垣間見れるところでちょくちょくこう爽快感のあるパートがあって、そしてロボットバトルのね、入ったところの、ガンとくるね、そういったところですね。はい、うまく説明ができていないことがねよくわかりますねこれね。はい、そんなわけですね、なんというかまあロボットのアクションはもう爽快感がねすごくて、まあ印象的圧倒的っていうね、そういう部分にはなってくるんですけど、そこだけじゃなくて、人間パートの、ちょっとどんよりした、暗めのね演出テイストっていうののね、メリハリがめちゃくちゃ効いてるんですね。緩急があってメリハリもあるっていうね、そしてですね、その考察点と、いう意味では結構いろいろ考察できる部分ね、想像させてくれる部分がね多いっていうところでね面白かったんでね個別動画をね出したんですけどね。はい、とにかくですね、なんていうかロボット同士のロボットと怪獣の戦いに関してもですねすごく気になるし、人間キャラクター同士の人間模様に関しても、ちょっと先が気になるなみたいなと思わせるような仕組みがね2つとも、ちゃんとしてるわけですよ。でこれをやっぱしっかりしているとロボットアニメはあんまり見てこなかった人でもね見れるんじゃないかなというふうに思っていますので、個人的にダイナゼノンの1話は S でいいんじゃないでしょうかね。はい、すごい綺麗でうまい構成になっていたと思いますね。はい、文句はないと、個人的には思います。まあ、僕が気づけてないところとかいっぱいあると思うんでね、教えていただければと思います。個人的には、まあ、ロボットの戦いもそうなんですけど、やっぱりヒロインが抱えてるものって、1話に示されてるんだけど、あそこにあるもの全部じゃないよねっていうところを、個別に動画で出してますので、ね、考察とかね、好きな方は教えていただけると思いますね。次ですね、ビビーフローライトアイズソングですね。はい、こちらはですね、まあ、AI が発展した世界において、まあ、AI の、まあ、AI の、なんて言うんでしょう、反逆と言っていいのか正しいのかわからないんですけどね。はい、AI による反乱が起きて、人類が滅びてしまうっていうところから、100年前の、一番最初の AI に
その、まあ、破滅の未来を防いでくれっていうね、そういう、指令が下るっていう、そんな感じの、世界ですね。そんなわけで、近未来の世界だけど、近未来の世界の100年後からの、指令っていう、そういう形ですね。はい。AI がね、初の AI として、出てきた主人公のね、まあ、ビビって呼んでもいいよね、別にね。ビビの、が指令を受けて、まあまあ未来を変えるんだっていうそういう流れになりますね。はい。まあ、近未来 SF に近いんですかね。ところどころですね、あの近未来感がある人々の生活が分かるような演出とかね、されていたり、まあ、建物の部分とかがねあったりするんですけどね、そういったところがね、あのなかなかこう近未来感があってね面白いですね。あ、未来の人はこんなもの食べて楽しんでるんやなっていうところが、見えるところいいですよね。あとですね、結構絵的なインパクトがね、感じられる部分もね多いんですよね、この作品。はい。パッと見た時のねインパクトめちゃくちゃ強いっていうシーンが何個も何個もあって、なんか印象的な、ね、場面っていうのがねたくさんあるって。まあキャラクター的にもね、まあ二人ともね AI ではあるんですけど、そういったところですね、今この二人が、何を起こしてくれるんだろうっていうのが、楽しみにもなってきます。はい。ともあれ絵の作り方はすごい上手だなと、自分は思っていますね。この辺がこうスタッフの、力の入れた感じ、見えてきますね。で、ストーリー自体は、道筋はすごく明快なんですね。はい。まあ AI が氾濫してしまう未来をどうやったら変えていくことができるんだろうか、人類が脅かされる未来をどうやったら変えていくことができるんだろうかっていうところですね。で、多分まああからさまではあるんですけど、考察要素もしっかり、あったりしてですね、まあ画面の中でですね、左上にこの表示が、ついている時とついてない時がねあったりはしてですね、あ、これはつまり視点の問題だなってね、分かるようにしているので、多分シンプルなストーリーの中でも一応考察できる要素っていうのもね、あるんじゃないかなというふうには思ってます。はい。そんなわけで、まあ、1話のね、見せ方としては、A でいいんじゃないかとね、そこそこの盛り上がりであると言いますね。で、ただこれ完全にね、アニメのオリジナルで、原作ファンもついていない、ものになってきますので、1話としては弱かったのかなと思わなくはないですね。絵的な良さはすごい来たんですけど、つまり2話に、期待 したいところっていうところでちょっと話をさせてもらうんですけど、まあ、その、2話で回収されると問題ないので、これは自分の言ってることは的外れの可能性はだいぶあるんですけど、まあ1つ、まあ3つほどあるんですが、一つは、共感性がないんですね、キャラクターに対する。つまり、AI っていうものに対する定義づけがあんまりよく分かっていないっていうところで、で、AI が一つの使命をもとに、行動するようになったっていう、その社会の流れも、あ、そうなんだって理解はできるんですけど、ピンとは来ないんですね。ピンと来るためのクッションが作られていないので。そんなわけでね、このビビは、AI としてどうなんだろうね、他の AI と比べてどうなんだろうっていうところと、未来の AI と比べてどうなんだろうっていうところがはっきり示されていないので、1話の中でですね、ビビがどんなやつで、でどういう風に変わっていきそうなのかっていうところの見通しがまだ全然見えないんですよ。1話でよくあるのは、まあ、AI がそのAI としてのプログラムに沿って動いていたんやけど、それとはちょっと違う動きを見せるとかですね、今までにはなかった場面において、ここは笑う場面じゃないのになぜか笑って見せるみたいな、そういうちょっとひねっておっと思わせる様子を見せると、 AI 自身の進化とか変化とか、今後向かっていく方向性とかが見えるかなとは思うんですけど、今回の話はAI、 基本的に9割型 AI 同士のやり取りなんですね。序盤にね、女の子とやり取りをしていたんですので、この部分からはすごくね、AI 側にも共感できる部分がね増えていくんですよ。人間とのやり取りをね、こう描くことによって共感性が増えてくるんですけど、女の子もいなくなって、後半ずっと AI 同士が喋ってるっていう構造になってしまうので、かたやすごくこう進化した人間っぽい喋り方ができるけど AI ね、かたやですね、まあ、最新型の自立型 AI っていうことにはなってるんだけど、やはりいろんなところでね、不自然な部分ができてきてる AI ではあるんですけど、ただまだ共感できるというか、このキャラクターに思い入れが
モテるほどのものが書かれてるのかっていうと、書かれずに終わってしまった1話なのかなと、個人的には思いましたね。はい。そこが1ポイント1つなので、2話までの間に、主人公の AI としてのアイデンティティ、今の AI としてのアイデンティティをもうちょっと分かりやすく示してくれる。まあ、歌でみんなを幸せにすることっていう使命って、めちゃくちゃふわっとしているんですよ。ふわっとしすぎているんですよね。パーソナリティに準拠しないふわっとさですよね。幸せにすることっていうのは。ね、ここが、もともとふわっとしてることを自覚してあのシナリオが組まれてるんやとすると、まあ、2話までの間に少なくとも、そういう説明の仕方はできないあのアイデンティティが多分示されると思うんですね。でそのアイデンティティが崩れていくのかそれとも変わっていくのか変化したことが分かるのかっていうのが、おそらく2話でね示されれば、この共感の部分に関してはグッと、いくんじゃないでしょうか。でね、振る舞いに関してはめちゃくちゃ可愛くて楽しいんですね。はい、アイドルのモノマネをしてねポーズを決めてみるとかですね、応答が相手の応答がねラチが開かないと思ったら実力講師に出だすとかですね、ところどころのね AI 感がね面白くてですね、まあ一番面白かったのはやっぱりすれ違いコントでしょうかね。はい、生身の人間と、を相手した時のですねこのすれ違いコントね。はい、自分の状態を聞かれてるんやけど自分の名前を聞かれたと勘違いしてすれ違いコントを行うね、この部分がな面白さとしてはねすごく良かったのでこういうキュートなね部分はねしっかり出して、くれているので、やっぱりね、共感できるようなアイデンティティをね、2話までにしっかり示してほしいなと思いました。で、いやいや1話の時点でねこういう部分があって全然ね共感できたよってね、であと共感はそこまで重要じゃねえよここはってね、そういったねご意見もありましたら教えていただければと思いました。はい、ともあれ自分はオリジナルアニメの1話としてね、見せていく、しかも AI ほとんどの場面が AI 同士の問答で、作り込まれている作品においては、やはりですね、共感っていうポイントはすごく大事なもんなんじゃないかなと思ったりはしています。はい、で、もう一つあるんですけど、あと一つはですね、考察できるような要素はあるんですね。ああ、人類ってこんな風に近未来進化してるんだって思える要素はあるんですけど、でもですね、違和感みたいなものはないんですよ。あれ人類って未来なんやとすると、あれこういう風に進化してるべきなんじゃないっていうのと、あれ人類がこういう面で進化したんやとすると、こういう言い方とかこういう説明セリフっておかしいよねっていうところはあんまりないんですよね。想像で補える範囲のことしか喋っていないキャラクターたちっていうね、そういうところになります。で、なんていうか、そういう部分で言うと、なんていうか、まあ、近未来を書いてるよねっていうところはわかるんですけど、その AI が発達するきっかけとなった何かすごい技術がこの近未来を根ざしていて、例えばそれが何ていうか何かのエネルギーやったりすると、青い光が世界に満ちていたりだとか、ところどころでこの青い光がの塔が立っていたりだとか、その青い光からの周波数が AI の、進化をものすごい、ね、抜本的に改革したみたいなのが、あるんやとすると、建物とかの構造とか、まあ、使われているものの中にですねそういうものの残滓がいっぱいあったりするはずなんですけど、今のところそういうものは見えていないっていうところで、Android のまあ首筋に、ね、あるマークに関しても言ったらまあラベルみたいな感覚で見てしまっているので、つまり味があんまり薄い未来の SF 的な世界観に今のところ見えているんですよね。で、ここはおそらく、まあ、3話4話と進んでいく中で見えてくる部分なのかなとは思うんですけど、まあ、オリジナルアニメとしてはそういった違和感的なところとかですね、あ、この部分に関しては一味違うんやなって思わせるようなところを、もうちょっと早めに欲しかったなというふうには思いますね。はい。言ったらこの左上のですね、画面表示ぐらいはちょっとね、面白いなと思うんですけどね。これね、ナロー系アニメで、散々このステータス表示とかが流行ってしまったせいでね、あんまり新鮮味はね、なかったりするんですね。はい。いやいや、この部分は明らかに他の SF と一線を画していて、おかしい違和感の部分だよという方はね、よかったらコメントいただければ嬉しいかなと思います。個人的には多分ね、3話か4話ぐらいでね、出てくる部分なのかなとは思ってますね。はい。で3つ目としてはストーリーがあまりにもシンプルだなというふうに思っていますね。なんかこれどうやったら救えるのとかね、
これこのままいったら主人公は死んでしまうやんっていうね、そういう部分が多分、途中で分かることになると思うんですけど、1話の段階ではシンプルな部分しか見えないっていうところはもしかしたら弱点なのかなというふうには思いましたね。はい、我々がこの主人公ビビにものすごい共感性を、持ってきた時に ところでですね、いやでもこのままのストーリーで人類の未来をね守るために動いていったらこのビビも消えちゃうやん、悲しいやんってね、そういう構成がの作り、ね、これはまあ一つの例なんですけどね、最後ヨーコロに向かってね指を立てながら押していくのかもしれないんですけど、そういったものとは違って、まあ、ストーリーとしてがあまりにもシンプルすぎるので違った裏側のストーリーを見せてくるのか、それともこのシンプルなストーリーの中でもですね、例えばこの1話って ある目的のために後半動いてですね、おそらくそれが2話に完結すると思うんですけど、1話で、危機を回避するための一歩進んだと思ったら実は逆側に、ね、進んでしまっていたよってね、そういう嫌などんでん返しみたいなところから始まるんやとすると全然、ありかなというふうに思いますので、2話にはねそのあたりを期待したいところなんじゃないかなというふうに思ってますね。はい、皆さんの、ね、感想とかも、教えていただければと思いますし、いやいやこの作品はね、こういう部分見ていくともっと面白いと思うようなどだったら教えていただければと思いますね。はい、そんなわけでですね、今回6作品ですね、はい、6作品、まあ、紹介とですね感想を、共有させていただきました。まあ、こんな感じでですね、どんどん春アニメね、始まってきますので、皆さんの印象とかですね、コメントね、期待のね、コメントとか、まあ、中身のね、ネタバレ的なのですね、先の展開のネタバレ的なのは、遠慮していただけたらと思うんですけど、ね、それ以外はですね、皆さんの感想とかもね、教えていただければと思いますし、それぞれのなんか考察ポイントとか気になった部分とか教えていただけると、僕の視野もね、広がって、あ、そういう風に見ていけばいいのねっていうことがね、分かってくると思いますので、ね、よろしくたらコメントなどね、いただけたらと思います。はい、あとはですね、昨日ですかね、はい、冬アニメ振り返りライブっていうのを行いました。まあまあ、だらだらと喋ってですね、まあ、無職転生の話30分ぐらいしてたんですけど、まあそれはいいとしてですね、はい、そんな感じでいろいろこう振り返ってい、くのもね楽しいなと思ったんで、まあ結構突発的にはなってくるかなとは思うんですけど、急にライブをしてですね、まあ皆さんのね感想とか、まあ注目点とかね、考察点とか教えていただけると、よりまあ自分も広く深くアニメ見れるようになるかなというふうに思っていますので、またよかったらですね、チャンネル登録などしてですね、一緒に追ってきていただければ、嬉しいかなというふうに思います。はい、長らくねお付き合いありがとうございました。今週のアニメについてね、ちょっとダラダラっとではねありますけど、語らせていただきました。皆さんのね感想とかもね、教えていただけると嬉しいかなというふうに思います。今後どんどん春アニメね、始まっていきますので、一緒に楽しんでいけたらというふうに思います。それではね、この辺にしておこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。お相手は遠山徹でした。